趣のある外観中の温泉もさらに魅力的です日本最古の温泉、道後温泉は愛媛県松山市にあります。日本に行って体験したい方、今後はフライトがさらに増えそうです。2024年の航空旅客輸送と貨物輸送の需要は共に成長しており、中でも日本は最も貴重な金の卵路線となっています。チャイナエアラインは今年第一四半期、日本の熊本線増便のほか、5月から鹿児島線を再開します。 エヴァ航空は花見ツアーに対応3月6日に愛媛の松山線を就航したばかり3月20日からはさらに週2便増便します昨年同期と比べ少なくとも航空チケット1枚が4000から5000元の差が出ていてとても実感があるただ比較してみるとこの航空チケットも稼いでいるがホテルの値上がり幅が最も大きいインフレの影響を受け日本各地の観光地では価格が全て上昇しています 1>, 1枚で大阪をぐるりと楽しめる大阪周遊パスは4月から1日券のみとなります。価格も3300円と20%近い値上げです。その他各地の有名観光地の入場料も軒並み10%値上がりしています。ホテルにおいては価格の上昇率が最も高く30%近く値上がり。 バスは値段は上がっていないものの政府が運転手の健康問題を考慮し時短が行われるなどさまざまな要因から旅行業者はコストが23割上昇団体ツアー料金も連動して1割前後上昇しています旅に出かける際少しでも費用を節約したいと考えるならなるべく平日に行くとか日本の大型連休を避ける宿泊料や物価の高い時期を避けるべきだ 観光スポットは続々と値上げをしています。日本への旅行代金高騰を実感。人々はより慎重に予算を組まなければ楽しい時間を過ごせなくなるかもしれません。